はいどうも、りょういちです。今回は、ドラゴンクエストビルダーズ、アレフガルドを復活せよの体験版をプレイしたいと思います。それでは、早速やっていきましょう。メルキド編。なるほど、体験版ではこれが遊べるのか。ゲーム設定をちょっと見てみましょうか。上下アクションとか、切り替えられるっぽいですね。リバースだけしといて、輪郭の表示とか、振動設定とかもいろいろ選べるみたいですね。では、行きましょう。このゲームの主人公を作成。男、女。なるほど。じゃあ男で。髪肌名を選べると。色ね。髪の色とかを選べるんですね。なるほど。何色がいいかな？茶色。毛がいいか？主人公っぽいかな？これぐらいが。肌。おー、結構バリエーションは多い。こんな感じ、薄めにしとこう。目はちょっと見にくいね。ズームとかはできなさそうだね。なんで、見えないんで、まあ、これでいいや。OK。すごい、4文字。4文字なんや。名前。かなと、ひらがなしかないと。マジか。英数字がない。やばい、これはまずいぞ。濁点は一文字に入るシステムではないようですね。じゃあどうしようかな。カタカナでいいか。数字もないのか。入らないじゃん、じゃあ。これの名前。どうしよう。まあいいか、じゃあ、ラ、ビー。量でいいか。もう量にしよう。数字あったらここに位置つけるんだけどな。数字がないので。これで1みたいな感じにするか、両関数字の1みたいな感じで、じゃあこれでいきましょう。 OK、 両1です。はい、あなたの世界を作っています。おー、これランダム的な感じで作ってくれるのかな。お、いきなり来たの竜王さん。よくぞ来た。わしが王の中の王、竜王、王の中の王。わしは待っておった。そなたのような若者が現れる。もしわしの味方になれば、世界の半分をお前にやろう。なるほど、これドラクエの、あれですね。有名なところですね。ワンの、どうした？世界の半分欲しくないのか？悪い話ではあるまい。ようやく見つけましたよ、あなたのこと。一つの忌まわしい選択が生んだ闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。すべてが失われた世界を新しく作るには、あなたの力が必要なのです。さあ、時は来ました。良一、目をお開けなさい。なるほど。お、目が覚めたのですね。あなたは覚えていますか？自分が何者で、自分がどんな存在であったのか。覚えてないですね。そうですか。やはり眠りにつく前のことは何も覚えてないのですね。それも仕方のないこと。いえ、むしろ今はその方がいいのかもしれません。長い眠りで体がなまっていることでしょう。さあ、まず自分の体を動かしてみるのです。なるほど、チュートリアル的な感じね。左スティックで自由に移動ができ、×ボタンでジャンプ。OK。なるほど、おー、そういうことか。意外と軽快。体はしっかりと動くと。これならあなたは自分の役割を果たすことができるでしょう。良一よ、長き眠りから覚めたあなたには、果たすべき重大な役割があるのです。役割とは何ですって。役割ともか体がだるい。確かに体力が減っているようですね。
長い眠りの中で奪われていたのかもしれません。服もボロボロやな。白い花びらを拾ってください。持つ力で体力を回復してみましょう。なるほど、白い花びらで回復できるの。これどれだ？あ、あれか。オッケー。あ、触れるだけで取れる。お、触れるだけで取れたよ。素材から武器や道具を自分の手で作り出す力を持っています。なるほど、切り株が作業台にできそうです。傷薬を作ろうと。なるほどね。集めた素材でアイテムを作ることができる。近くにある作業台を使って、傷薬を作ってみよう。作る傷薬。おお、こんな感じで白い花びら、3個、必要数3個って書いてある。 HP15 回復。作る。おお、すごい、ワンタッチで作れる。なるほどね。手に入れた素材から物を作り出す力があるのです。傷薬を使う。道具は三角ボタンで使うことができる。アイテムは十字キーで選び、三角で使う。十字キーで選び三角。おー、いいね。で、とあるきっかけで物を作り出す力を失ってしまった。あなたに与えられた責務、それは。責務はともかく早く広い世界に出たい。それもそうですね。では、この穴蔵から出るために足場を作りましょう。太い枝取りましたよ。ヒノキの棒で。なるほど、ヒノキの棒。武器か。なるほどね。使命、また使命はともかく外の世界が見たい。足場を作るために自分で作った武器を装備してみましょう。丸ボタンでメニューを開き、装備。装備しなければ使えない。そうだ、丸ボタンでメニューを開き、装備メニューからしっかり装備しよう。丸ボタンね、装備しないと使えないからね。ドラクエの有名なあれですね。ヒノキの棒装備。武器があれば、魔物との戦いだけではなく、人を集めるときにも役立つでしょう。なるほど。物を作る力を持つ者。未来を背負っていく。また果たすべき任務になった、今度。もう疲れ果ててるし、寝てるし。やはりまずはここから出た方が良さそうです。こいつは一体誰なんやろうな。世界、なんか、この声の主、もう最終的に会えるのかな。土を崩し火を集めると。四角ボタンで武器を振り、物を壊せば、備えとして手に入れる。土を10個手に入れよう。四角で攻撃。おー、あ、なるほど。あ、範囲、もう自動的に、あれやね。ただ、というか、範囲を拾って、あ、これはまだ壊せないと。あ、切り株も壊せる。おー、サクサク、意外とサクサクいけるね。三角で地面に置き積み上げれる。お、なんか階段がもうすでに出来上がっている。目の前に置くことができると。いいね、結構サクサクいけるよ、これ。うん。なかなかいいね、面白い。で、こっちか。ここに、三角で、おお、あ、自動的にもう一個積んじゃったよ。あ、なるほどね。押し続けたら二個積むんや。オッケーオッケー。よし、どんどん登っていこう。あ、これ平行、あ、これ上や。LR1、あ、L1 で上に置けるんや。なるほど。
で、R1 で下に置けるやつ。そういうことね。必要な場所。あ、これか。なるほどね。オッケーオッケー。よし、行こう。お、扉がありますよ。よし、外の世界に出たと。アレフガルド。今や文明も知恵もなくしてしまっている。課せられた重要な使命、それは、あなたが持つものづくりの力で人々を救い、アレフガルドの世界を復活させることだと。なんですって、急に世界を救えと言われてもピンとこない。そらそうだ。あなたには少し急な話なのかもしれません。では、こうしましょう。どうしましょう。あなたは、あなたが持つものを作る力で、あなたの自由に思い描いた世界を作り出してください。なるほど。創造主になれるということ。自らの使命も果たすことができるでしょう。そして自分自身で確かめるのです。世界に何が起きたのか、そして自分の役割が何なのか。私は大地の精霊、ルビス。すべては精霊の導きのままに。なるほど。最後に一つだけあなたに忠告しておきます。あなたは勇者ではありません。なるほど。え、どういうこと？このことだけは忘れないでくださいね。なんか意味深やな。意味深な、これが。最終的に竜王にも会えるのかな？メルキド高原。うわぁ、すごい、モンスターだらけやな。おー。遥か昔、この地には硬い城塞に囲まれた巨大な町がありましたが、魔物との争いでその全てを破壊され、今や見る影もありません。あなたが持つものを作る力で、ここに新しいメルキドの町を作り上げ、アレフガルド復活への第一歩とするのです。これを渡しておきましょう。何くれんの？お、なんか、フラッグみたいな。希望の旗。あそこに見える光差す地を目指すと。この地で魔物と戦った人々が最後まで掲げていた旗です。希望の旗を立てれば光が溢れ、メルキド復興の拠点となるでしょう。なるほど。マッチにできるってことね。オッケー。ということか。よし。じゃあ、すげえすげえ広いな。ああ、おるモンスターも。ドラキー。ドラキーじゃねえ、あれ、キメラだ。キメラとスライムか。ドラクエは、あんまりやったことはないんですけど、まあ、モンスターズとか、うん、やってたぐらいで、あんまりドラクエのシリーズ自体は、やったことがなくて、あんまり ネタとかもわかんなかったりもするかもしれないですけどね。とりあえず、キメラがおる。キメラと戦ってみるか。そうか、武器はもうすでに持ってんのか。四角で攻撃。ほら。ほら。おい、待て。待て待て。いで。いで。ほらほら。いでいでいで。リーチが短い。いけいけ。よし、倒したぞ。キメラ撃破。キメラの羽をゲット。やったぜ。おぉ、キメラの翼をひらめいた。なるほど。素材を手に入れることで、そういうレシピとかをひらめくってことね。拠点までワープできる。キメラの翼。いいね。お、丈夫な草。へぇ。すげえ、素材は結構簡単にサクサク手に入っていい。いいですね。気持ちいい。ヒノキの棒でこれやから、もっといい道具とかやったら、もっと一気に壊せるんだろうな。よし。これは壊せないか。あ、なんかキメラ、うわぁ、危ない。メラか。メラ撃ってきてる。あの野郎。これに喧嘩売るとはいい度胸だな。危ない。で、触れるだけで食らわないな。危ねえ。白い花欲しいな。傷薬作りたい。あれ白い花かな？お、白い花だ。これで傷薬が作れますね。よしよし。これはなんだリンゴ柿みたい。桃柿あ、柿やった。
へぇ。せっかくや、スライムとも戦ってみようか。スライムおなじみ、ドラクエのおなじみモンスターです。うわ、かわいい。かわいいな。かわいいぞ、こいつ。すげぇ。いて、やろ。ほら。なんだ。青い油。おぉ。よし。じゃあ、とりあえず一旦、これで、ここ行ってみるか、目的地。ここに旗を立てればいいんだな。よいしょ。おっと？おー、光が。明るくなった。人間たちが集まってくるはずです。ほら、早速。拠点ができた、希望の旗を立てた場所が町の中心になる。作り上げた町の繁栄度は左上のキャンプゲージで確認しよう。なるほど。あ、セーブもここでできると。あ、誰か来たよ。早速この旗一体何だろう。それこの場所なんだか不思議。とっても明るくてすごく暖かい。ピリン、びっくりマークは何らかの頼み事があるサイン。なるほどね。話しかけてみるか。はじめの住人です。いいね、このドラクエの世界観。私が建てました。どこから来たかはわかんないですね。そうです。この場所あったかく気持ちがいいし、住んでみると、メルキドを一人で復興するのは難しいでしょう。まず町を再建する仲間となる人々が住むための部屋を作る。なるほど。住人の協力は必要と。扉だけが残された壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修理してみましょう。L1 ボタンを押しながら置くと、一段上に、R1 ボタンで一段下に。三角ボタン長押しで連続。OK。土を5個手に入れた。OK。これやね、この壁を埋めろと。お、連続。2段までが連続でできるっぽいね。いいね。ここで上置いたり、こうしたときは下置いたらいいか。こういう風に。なるほどね。まあ落ちちゃったからまあいいけど。OK。これでいいのかな。お、来た来た。うわーすごい。そんなすごいことではないけど。頭の中で精霊の声がするとか少しおかしい感じの人だとは思ってたけど。不思議な力を持っています。お、お礼に何拾ったもんくれんの？白い花びらかけるさん。まあ最初はこんなもんか。傷薬も直接くれよ。なんでまだあるぞ。まだビッグマークついてる。土を持ちながら話してるのがすごいなんか違和感。すげえな。しまっといた方がいいな、こういう時は。私の言葉を覚えていますか？いや、忘れた。なるほど。明かりがないとお部屋にはできそうに。松明ね。石の作業台。作業台にも複数あること。なるほど。はい、まず、青い油。あ、スライムから手に入れたやつで使えるんや。あ、太い枝も。と、油でいけると。松明を作りましょう。傷薬も作っとこうか。これ一個ずつしか作れないのかな？まとめて作るってあるね。全部か。まあ、そう、全部、数は選ばれんのや。一個作るか、全部作るかっていう感じか。なるほど。松明。
松明、じゃあ2個作っとこうか。え、10個、1個で5個できんのこれ。マジで、すげえやん。うわー、すげえ、一気に入った。 OK。 あー、松明明るい。あ、すごい、熱い、寄ってくるやんな、住人が。これいいね、住人が寄ってきてくれるシステム、いいね。わざわざ探すのは大変やから。松明なんてすぐ作れるでしょうが。ものづくり、なるほど。必要だったら私も集めてみるよ。おお、ありがとう。何でも素材になるからね。何でもくれ、最初は。てか、この人たちこんなに街もボロボロやのに、みんなどこに住んでたんやろ、どこで生き延びてたんやろ。あ、まだびっくりマークがあるね。次は、名前。良一です。特別な力がある感じの名前じゃないと。まあ、そらそうだ。人は名前じゃないって言うもんね。松明を家の中に置けと。2段以上積み上げた壁と夜を照らす明かり、そして扉があれば部屋が完成します。作ったものは三角ボタンで置けると。なるほどね。オッケー。これ2段は飛び越せれないと。オッケー。じゃあ置きましょう、松明を。これ、あ、上に置く。あれ、壁に置かれんのか、床に置くか。空き部屋、これで部屋として認識されたということですね。あ、走ってきましたよ。明かりを置いてくれたおかげで立派な部屋になったと。屋根はなくてもいいよね。失礼なやつやな。人は見た目じゃないっていうもんね。私と一緒に暮らそうね。なんでこの部屋で一緒に暮らさなあかん。命の木の実って、やった。2ブロックの高さの壁で囲んだ空間に扉と明かりを置くと部屋になる。部屋作りの基本としては覚えておこう。それがこのゲームの部屋としてのあれね。ルールみたいなもんか。OK。まだあるぞ、クエスト。ベッドか。なるほど。寝具を作り部屋に置いてみましょう。おー、体力回復できるんや。いいね、ベッド。二つあると嬉しいな。隣で寝られるもんって言われてる。隣に置くかどうかは別ですよ。わらベッドは丈夫な草があれば作れるでしょう。どうしたのです？ひらめいた。おー、わらベッドひらめいたぞ。オッケー、じゃあわらベッドを作ろうか。丈夫な草って持ってたかな。あ、持ってる持ってる。よし。あ、どうせいっぱい作る。あれ、あ、3個いるのか。1個に3個いんのか。マジか。ちょ、取らない。これ丈夫な草かな。あれ、空中に浮くんや、これ意外と。これ枝や。これが丈夫な草か。おいしょ。岩は取れないか、まだ。丈夫な草。あ、これやな。オッケー、三つ。とりあえず三つでいいや。オッケー、できたよ。よし。じゃあ置くか。一個。置いて、置いた。これで、もう一個、隣に置いてあるか、もういいや、とりあえず。草まみれの家やけど。HP が 10% ある。住人の最大 HP が 10% ある。あ、そういう能力もあるんや。へぇー。あ、わらベッドの、あれか。
家ってことになったってこと。あ、わらべっと置いたことにより。なるほどね。家のグレードがアップしたんや。すげえな。そういうことか。草買っとこう。ちょっと。よし。これで、部屋の中に置いたベッドで眠ることで体力を回復できると。夜は、強力な魔物がたくさん現れるので、朝を迎えれるということね。おお、いいね。私が与えたものを作る力だけではなく、素材から何かをひらめく才能もあるようですね。すごい才能の持ち主。何が大丈夫なんだ？目がうつるで口が半開き。すぐに時間が経っちゃうよ。やって。時間の流れを感じ始め、何感じ始められる時間の流れをっていうの。すげえな。うわ、何や。時は流れていく。素材集め、部屋作りの間も、時は流れ、いつか夜が来て、また朝が来る。現在の時間帯は、右上の時計で確認しよう。なるほど。日にちは特になさそうやろ。話す。お腹が空いた。お腹が減っては力も出ないよ。そういうことか。桃柿ね。桃のような柿ってことかな。美味しそうやな。5個も？ 5 個か？ 5 個いる？ 5 個も多いな。え？持ってきてくれた？あ、もう持ってたってから。もう持ってたらそういう感じになるんや。スムーズに。ん？なんかくれると。ね、くれた。あ。そうやけど、俺が取ってきたやつやから。そう、俺が取ってきたやつ。空腹を感じ始めた。空腹を感じるようになってしまったから、ついに。3個、もらった。次第にお腹が減っていく。左上の満腹ゲージを確認して、お腹が空いたら食料を食べて回復しよう。どういう、あれがあるんやろ、デメリット。逆に。体力減ってるから、ベッドで寝ようか、一回。いいね、この音楽とかもいいね、ドラクエの。お、これで体力が、お、回復したね。そして、さらなるクエストを受けるよ。物を作れると。これからはたくさんの素材が必要になってくる。あー、なるほどね。ボックス、アイテムボックス。保管場所があると役に立つかもしれない。何か思いつくかな？ひらめいたぞ。収納箱。いいね。収納箱作れんのかな？あ、作れるぞ。太い枝3個で作れる。これはいいぞ。作りましたよ。実は、考えていたことがあるんだ。何があったのか私はよく知らないけど、悪い人たちがこの世界から光を奪ったせいで、今生きている人たちはみんな自分が生きていくのが精一杯。なるほど。誰かを助けようともしないし、協力して一緒に生きていこうともしないと。なるほどね。そうやな。楽しい街を作ろう。収納箱。あ、なるほど。そのために素材が。さてと。陽一も協力してくれるって言うし、素敵な街づくりのために何ができるか、私も考えてみなくちゃ、ということで。いい感じ。協力しようじゃないか。
ット枝をいただきましたね。オッケー、収納箱じゃあ設置するか。ここに、ここかな、倉庫みたいなとこ作りたいよね。でも、この、作業台の近くがいいのかな。とりあえずここ置くか。よいしょ、置きました。こういう風に入れれるんや。いい感じやね。次のクエストを受けようじゃ。協力。住人もなんか作れんの。作業する部屋の絵を描いてみたんだ。設計図。なるほどね。設計図は三角ボタンで地面に広げることができ、タッチのあれか、押すと内容を詳しく確認できる。設計図通りに物を置き、設計屋を完成させてくださいと。拠点の中、なるほど、外に配置すると部屋として認められません。作業台は旗の近くに石の作業台を叩いて外せば置き直してくれるかな。マジで置き直さなかった。扉と明かりが必要。材料があれば作れると。OK。なるほどね。設計図。いいね。よし。よし。では、とりあえず一旦ここで、終了したいと思います。次回は、設計図作って、家を建てようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。